こんにちはゴルスイングコンサルタントの吉田博一郎です今回はざっくりに悩んでいる方こちらの問題を解決していきたいと思いますで、このざっくりの原因なんですけれども、まあ、このリーディングエッジこの刃の部分がやはり刺さってしまうということがあるわけですねですからこの構えた時点でこの刃が当たるような構え方をしていると ここが刺さってしまうリーディングエッジが刺さってしまうということがありますですからまず構え方からしっかりと変えていく必要があるということなんですで構え方のポイントなんですけれどもこのリーディングエッジを使わないためにまこのバンス裏面を使っていくとここをしっかりと使っていくという必要がありますですから 構えた時ここボールがね真ん中にありますけれども、まあ、リーディングエッジを使いやすくする構え方というのは、まあ、こういうような形でハンドファーストに構えるでボールが右っていうような構え方このような構え方をするとすごく歯,が使歯を使ってしまいますしかし歯を使わないようにソール部分このバランスですねバランスを使うっていうふうに構えると ボールの位置は真ん中よりもちょっと左でハンドファーストにしない構えになるということになりますこのように構えてもらうことでこのバウンス部分を使って打つということができるわけですまあ実際にちょっと打ってみようかなと思いますこのバウンスを使ったアプローチのポイントなんですけれども まあこのバウンスを意識するということももちろんそうなんですけれどもグリップエンドこちら側も意識をしていただきたいと思います。まあ、ボールが、ね、今ないですけれどもちょっと構えたとしてでこの時にグリップエンドが先行してしまうとこのようにリーディングエッジが地面に刺さってしまいます。ですからここのリーディングエッジがあんまりこう 先行してハンドファーストになりすぎるってうことはバンスを使う上ではあまり良くないということになるわけですですからこのグリップエンドが先行しすぎないようにこのように動くそうするとバンスが使えるということになりますこのような振り子のような動きで打ち終わった後にグリップエンドがおへそを向くようにしていただくといいと思います このようにグリップエンドが移動してしまうとこのリーディングエッジが出てしまうのでできるだけこのグリップエンドがおへそを向くような形で打っていただくとでこの時手首だけでこのようにねグリップエンド確かにこちら向いてるんですけれどもまあこれだとなかなか安定しませんですから体の回転左足の上をにこう体重を乗せて左軸でこのように体を回転させていく このようなストロークをすることでグリップエンドの向きも適切になりますしあとバンスを使って打つと是非こ,このバンスを使ったアプローチを行うことでざっくりそのミスをなくしていただければなと思います。